はい。たちゃはお。こんにちは。シャンメイです。本日もマージマンション。続きをやっていきたいと思います。さて、ここの船着き場はね、かなり気に入ってるんだけどね。ちょっと、あの、ここのすぐ横ですね。全然進まん。いた板材が <laughs>。とりあえずこっちの方は作ってまいりましたので、収めていこうか。テーブルを運び。 出すこっちは徐々にね仕上がっているかなうんあ時間かかるやつだイベントやるかイベントをやるちょっと待ってとりあえず一回回収捨てるというか売るならこれか この階段状になったやつどうにかならんかな。あと、ペンキ感がね。ペンキ感がないんだけどさ、ペンキ感なさすぎてこれをご覧ください。手作りカーレースレベル6まで行ったんだけど。どうペンキ感が出なさすぎてね。うん。どうしようかなっていう状態。さっきの収めたらね、あの、もうちょいやりやすくなるかなって。 売るか、この辺を。借薬とかを。あ,あ、でもこれ。いや、待って、せっかく。えっと、これを回収。ネジ。 一回この辺の体力回収しちゃうか。いや、で、この辺回収して、して、まず、これ出そう。あ、あ、よし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 。んうん。えっとね。待ってね。 するこれはいらないうわあこれがあれか泥沼か泥沼にはマっている灼薬さよならあそっかこうなるか うーん。え、ちょっと待って。<laughs> やけに、そうじゃないものが出る。一回、回収しようか。 えーうわ、ちょっと待って。これは、困ったな。うん。こんな限界まで広がるって思わなかった。ち、えー、てか体力出てくれるのはありがたいけど。いや、これ売るか。 でもワックスそんな一気に二つも使いますよってならんうーん。かなかないやー、これ、これ以上ダメだよね。合成できないよね。で、どうするこれが、八個。 これなんかかつてないぐらい悩ましい場面なんだけど。尺薬一回全滅させるか。しょうがない。いや、これは後で出る。えー、っとで、一回この、これを完成させよう。ああ、船なくなったな。じゃあバールを作ります。 これすらもギリギリだもんね。これは何がいるっけあ、そうなんだよね。ネジがいるんだよね。おうーん、ちょなとってよ。これ <laughs> を振るか <laughs>。 うわ厳しいな、この世界。<laughs> これでバールを作ります。そしてよし。 これで完成品できます。で、もう一個、なんだっけ、ペンチラジペンだね。ラジペンを作り、やっと収めれる <laughs>。車にはタイヤも必要だね。そうそう、裏でちょこちょこ進めたんでね。この椅子ね。ハンマーだけ作っていい よく出ますな。今日は。ネジが。ペンキも出てほしいな <laughs>。ペンキがね、本当は本命なんだよ。ペンキ。ペンキー。出ませんね。これはいらないので。いらないので。捨てます。 午前に売ります。あ、ごめんなえっと待って何を作りかけてあったんだっけ。<laughs> うん。あでもまたコンテナ船作らなきゃだね。 この自由にネジが出せるための。これちょっと切りのいいとこまで。よし、切りがいい。そしたら、まあとりあえず6マス作るかも。いざとなったらこのオレンジの花を売ろう。 別に、あの作っちゃったから置いてあるだけだからさうん,いやんうっ ちょっと探してきます。うわぁ。なんか、あれだな。ガタガタの <laughs>、ガタガタのプレイですけど。まあ、素材の味をお楽しみください。あれ、あったはずだけどな確か。だいぶかかるかな。カットする、かな 確かこの樽型レベル1はあったはずなんだよ。手が疲れてくるんだよね、これ <laughs>。みんな、なんかこう、もうちょっと効率的なやり方があるかな。自分はもう、なんかマックスタップがしやすい位置がここなんだよねっていう。 ハサミもちょこちょこあるんだけどね。今のところはいらないかな。あった。どこだっけな。確かね、記憶が間違ってなければ。あったはずなんだ。この樽型レベル1が。で、インベントリにレベル2とレベル3があるから、 そしたらね、ちょっとスペースに余裕ができるんだよね。ちょっとまた、インベントリーじゃないや、地下のこの、見受け取りの整理もしたいんだけどね。結局あの、イルカはさ、売れるようになったのかどうかがわかんないんだよ。イルカンっていうか、浮き輪シリーズだよね。あの、前にあの、浮き輪シリーズが売れなくなっていたことを知らなくてさ、あの、ひどい目にあったから。いや、あの、スタッフさんには対応していただけてありがたかったんだけど、 あれ売れないと困るかなさすがに。そう、なんかさっき出たみたいに、希少なアイテムです。本当に売却しますかみたいなね。あのメッセージがあればさすがに、みんなそんなにさ、間違えんじゃろ。あの本当にいるんだったら。で、しかもさ、あの、 正直あの、イルカの、てかあの、浮き輪のシリーズはさ、ミスったらまた取りに、あの、クリアしてない以上はさ、また取りに行けるじゃんだから、そんなに、すごい慎重にならんでも、いい気はしてるんだけど。あれ、本当にあったか今不安になってきたんだが。あれ、ほん、使っちゃったんだっけ <laughs> さっきの自信満々の態度はどこへだよね <laughs>。 と思ったんだけど、ないのかこれあれだね、インベントリー全部晒すのすごい恥ずかしいよ。インベントリーじゃないわ <laughs>。あのー、地下全部晒すのちょっと恥ずかしいよね。このね、己のこの無計格差がね、この地下に現れていますも。もっとね、多分計画的な人だったら、この地下を、もうちょい、 こう、なら、いい感じに並べると思う。あの、このタイミングでこれを受け取るみたいなね。うん。このアイテムの隣にこれ来るように。ちょっと待ってよ。ない、か。この、そっか、これはないのか。あれこれじゃなかった このシリーズ可愛いんだけどね。浮き輪のシリーズ。もう、え最後に泳いだのって、だいぶ前に友達と海に行ったじゃあ川か。川で泳いだぐらいかな。海はね、もともとなんか足元が怖くて行きたくない <laughs>。出しとこ で、いや、さっきのアイテムなかったよね。まだだ、まだ一周してないのかなちょっと待ってよ。これで、よし。で、ドアまで行ったから、使って、 アップグレードしまう。で、これも合成。再度しまう。うん。あ、じゃあまだ一周してなかったんだよね、きっと。あっと待ってよ。ちょ、違うんです。えー、っとね、問題は。 問題は。あったよしよしよし。だいぶね、記憶不安になってたから。とか、だいぶ、思ったよりあの、なんだろう。うん、多分回し、回し始めた手前ぐらいにあったんだね。で、 これ、しまっとくしかないよね。そっと。で、ここまで来ると、あのー、鉢植えの花かな違う、鉢植えの花じゃない。これ、なんだっけあ、低木かもう。低木のシリーズがね、本当は、強化できるとありがたいんだけど。でも、これで、 いや、ちょっと待ってよ。これ。このまましまうとこっち行っちゃう。これを出して、一回しまう。こっちに入った。で、残りは、こっちに入れよう。あの、ページが分かれるのがね <laughs>、あと三つ入る。から、 よゼロ個になってしまった芍薬を作ってあげたいがあとであとでよしでこっからですよえっ、ー、とね8個いるこれが。 待って、これで、これでもうちょっと縮む。いや、よかった、さっきひどい状態だったもんね。ひどいって言ったらなんだけど <laughs>。これ以上、もう、勘弁してくださいっていう広がり方だったから。あ、じゃあ、これも入れるか。どうしよう。こう、こうかな <laughs>。配置迷う。 で、8個。そう、当初の目的の8個。オーバーだな。8。せっかくなら、このタイル、モザイクタイル、進めたいから、 さって、戻ってまいりました。戻ってまいりまして、ちょっと間が空きました。えっ、ー、とですね、さっき急に録画が切れたんですけども、あの、データ容量がいっぱいになってしまった。いや、これはですね、あの、私、あの、録画したデータは、 YouTube に飛ばしたら削除しているんですけれども、とも、あの削除したつもりなんですけど、実はなんか削除したデータがゴミ箱に全部入ったままだった <laughs>。そのなんかゴミ箱の中身がね、1ヶ月したら自動で消えていくんだけど、 それが全部残ってたんで、すごいことになってた。<laughs> じゃあ床を修復する。はい。よし。で、うん、バールとハンマー。うん、無駄に作ってしまったな。そしてね、 相変わらずペンキがいるんだよね。すごいペンキがいる <laughs>。もうない。フラッシュセールにも出てこないし。ナイフ。ちょっと待ってよ。と、ナイフ。ナイフ。 よし。ときで、レイデイリーは、こんな感じかな。で、バールとハンマー。うん。これはいらなさそうかな。一応置いとくそこのバールとハンマーを、作ってる間にペンキ感が出てこないかなという。 いつもの期待 <laughs>。バールとハンはいや、一個ぐらい出るんじゃないか。でもこれやったら、ちょっと手詰まりになったら貼っとこうかな。さすがに。バールと。 バールとうんハンマー特に出ず窓を塞ぐ板を取り外すはいイベントが進まぬ。 るこれはあれではなんかイベントに有利になるように今動いている感じがする物事が <laughs> うんよしよしよし バールうーん便器感出ないな窓を塞ぐ板を取り外すはい。あ、木材もらえるんだ ハンマーすごいこんなに都合いいものばかりでいいのかい <laughs> ありがたいがハンマーハンマーが2つだった 2つだ、ね、うんあそっかそれ出るんだうんで待ってよまあねじここに やってん <laughs> うんペンキ管ほんとに出ないな窓を塞ぐ板を取り外すおーでもまだ板塞いでるよここでペンキ布 <laughs> 針と糸ここでペンキ缶かいやとりあえず針と糸のこの糸巻きを作るかうん作りかけとかなかったよね これは出しておこう。んー、ないね。<laughs> よし。んあ、ごめんなんか違うものをタップしてた。ランク下のやつをタップしてた。うん。 いや、これ運要素が強すぎるな。おあれ集まったのでは布が集まったな。あと針と糸だ。あと30秒待ってもらって、一個だけ回復しよう。一個だけ。いや、でも本当にさっき <laughs> 急に録音が切れてびっくりしたな。 だって容量的にはそんなあるはずと思って、でも見えないところに、あの、録画を削除したデータが見えないところに溜まってたから、それが気づいてなかった。恐ろしい。あっと。じゃあ、回復。 よいしょ,よいしょまだまだだなうん最優先はこれ <laughs> 次がお金3つ目の布ができてしまう まだだあれこれこのまま行くとうーん <laughs> あれ余裕でいけると思ってたけどそうでもない。 この上だもんな、これ売るか <laughs>。うん。ちょ、ちょっと待ってよ。あれ。結構厳しいということを認識させられている。 やばい、これ、終わらんずに、今回、直に持ち越しか <laughs> 意外とやっぱこれ、きついんだな、いきなり作ろうとすると。わお こんな、ちょっと待ってよ。こんな時の、この砂時計を、そろそろできるじゃろ。そろそろ、できないとおかしい <laughs>。 七六五四四三で、これでできたんではうんできたこれは余ったよいしょマットを敷く あ、それベッドになる。いや、ソファーか。そ、これは売る。で、ペンキ狙いで、またね、作っていくよ。 出てもいいと思うんですがそろそろそうだなもう一回使ってちょイベントが進まないのでペンキが出ないと。 いやさっきから結構道具箱タップしてるよ。あれいつもペンキに苦しめられてる気がする。出た。ちょっと待ってよ。そしたら。ぐ、いや、メイン。壁を白く塗る。 インベントにも開くし。はたきか。まあとりあえずあの。ペンキ缶。でなさ。すぎ。わろた。 ちょっっと待ってようんこれは深刻なペンキ缶不足ちょっと使うかしまいしまいいやそろそろやめる感じなんだろうな 本当に、ペンキンが <laughs>。ベンチを設置する。はい。状況からすると2人ぐらいは泊まれる感じ。また、まただ。畑、畑まで作ったら、ちょっと終わっとこうかな。 畑も結構ランク上だからいや待ってよ切り取りの上あじゃあいけるいけるいける余裕余裕 <laughs> うんよしこれで体力的にももうちょうどいいかな汚れとクモの巣を取り除くはいあいけるじゃん 鳥を取り除く取り除いち,ゃうのちょっともったいない気がするもう次回かなさすがに体力19ではこれはいけんと思うこれはウうロういやそうじゃなくてイベントが行きたかったんだよイベントがいやギリさ下のイベント下の サイドミラーも忘れずにがいけたかもしれんけど。うーん。いや、これ。また回復したらペンキ缶を求めてね。ちょっと頑張るか。裏でもね、またね。えっと、手作りカーレースの方は進めておこう。進めれたらね <laughs>。 これもペンキ感勝負やんけ。全然、出ないんだ。一応、サウナ小屋の方は70%まではいったか。あと3割。頑張ろう <laughs>。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。うん。 もうちょっとじゃゃもうちょっとだけど、こっちが全く進んでないの辛い。